道徳ビデオ続きをやりましょう。このゲーム前回やったんですけど、まあイカれてるね。何が道徳ビデオなんになっちゃってる今俺は正直ね。スタートでいいのかな。で前回この4つのストーリーの中でちょっと声ガラガラなんだけど、寝起きなんだよねこのゲームを寝起きでやるのちょっとイカれてるかもしれないけど、ここからだね。いじめられっか役、前回現在とあと8年前のその道徳ビデオを撮る下りのところをやって、まあここに映ってる南くんは現在も殺されちゃってんだよね、このなぎとくんに。で日和お姉さんっていう、何があったのか分かんないけど、とりあえずクズだね、もう全員クズ。じゃあ行きます、いじめられっ子役から。いやーちょっとこれもうどうなんだろうね。もう今この4章あるうちの2章までやったけど、もうやべえもん。引っ越してきた団地には遊具があって、いつも一人で遊んでいる男の子がいた。あ、これじゃあ南くん視点ってことか。ねえ南、あの子も誘わない？これお姉ちゃんなんだよね、ななみ。遊びたそうな顔してる。南くんって結構消極的な子だったんだよね、多分。なんか話し方とか、表情とか見る限りね。寂しそうだな。それが黒滝なぎとへの第一印象。最初になぎとと仲良くなったのは姉のななみだった。けれど、原因不明の体調不良で寝込むようになってから、なんだそれ、原因不明の体調不良って何？ななみちゃんそれ で来なくなったのか。僕とナギとは2人で遊ぶようになった。原因不明の体調不良めちゃめちゃ気になるんだよ僕ね、前の家では犬を飼ってたんだ。大きくて耳が垂れててクリーム色で。マジで？すっげー、そんなすごいか、犬飼ってるだけでこんなにすっげーってなんの。名前はチミ。あ、チミ、チミ。変な名前。でも犬いいな。あ、でもそっか。ナギト君、親ってか家庭環境がちょっとやばいんだよね。俺も犬欲しいな。チミは、いとこの家の子になっちゃったんだ。あげたの？うち借金があるみたいで。お世話できるお金がないみたい。そっか。それは悲しいな。じゃあ、俺が犬になろっか。え？いいの？実はナギト君、チミーに似てるんだよね。嬉しい。もういびつやろ。もういびつじゃね？だってこれ大人の時でもさ、もう犬みてえなんすよね、ナギト君。その後いろいろあっていじめることになっちゃうから、それの復讐みたいなものも含まれてるけどさ、でももう犬みてえなんすやん。ナギトは足が速くて面白くて優しかった。そんなナギトと遊ぶのが楽しくて楽しくて、毎日犬ごっこに明け暮れていたっけ。僕が木の棒を投げて、四つん這いのナギトが加えて持ってくる。この遊びをしてる時は、やり場のない寂しさを忘れることができた。いや、この頃は良かったよね。ただ、やっぱ日和お姉さんが来てから全部変わっちゃったんだな。あの人が来なかったら、別にこのちょっといびつな遊びとかも子供の頃の遊びで終わってたもんね。あ、これななみお姉さん？なんかみんな、なんか、エッチだね。体が、キモいな。ごめん。ちょっと本当に今、普通に素が出ちゃいました。いいよね、みなみは。なぎとと毎日楽しそうで。ごめん。ななみも、元気になったら遊ぼうよ。待ってるから。無理だよ。病院に行けないんだもん。お金がないからね。うちは借金があって、生活費も借りないといけない状況だった。後から知ったけど、保険料すら払えてなかったらしい。なかなかやな。そんな時、日和お姉さんが突然家にやってきた。そっか、その道徳ビデオ、あれか、学校来る前ってことだもんね。でもその許可を得ようとしてたってこと？僕は6年2組の誰よりも先に日和お姉さんを知っていた。で、お金、あれか、なぎとくんと同じで、謝礼金みたいなのももらうから、OK したってことか。母ちゃん、本当にこんなにいただけるんですか？ええ、借金も肩代わりします。そこまで？このお金は、ポケットマネーですので、内密にお願いします。こんな奇跡みたいなことが。そこまで言われたらやる、俺も多分やると思う。もし、みなみくんだったら。お母さんが子供さんのために一生懸命頑張っていたこと、神様はちゃんと見ていたんですね。おめえは悪魔だけどな。
もう普通に悪魔やん。誰？南くん、はじめまして。いじめ構成委員会の塩見日和と申します。これ本当に思うけどさ、いじめ構成委員会なのにクズ量産してるよねいじめを撲滅しようとか言ってるけど、もうそれのせいでいじめが起きちゃってるもんな。やべえって。天使みたいな見た目だけど。南、あなたが道徳ビデオに出演すれば、七海が病院へ行ける。借金も返せるし、チミを取り返せるかもしれない。ああ。え、チミを、いや、そこなの。まず病院連れてってあげられることに喜びを得ろ。本当に一番大事だったのかな。お父さんだって帰ってくるかも。チミも一緒にまた元の家族に戻れるのよ。チミと暮らせる。うわ、みなみくん、君が道徳ビデオの主役としてお芝居をしてくれたら、お母さんもお姉さんもチミちゃんも助けられます。家族やいじめに悩む子供たちのために頑張ってくれますか。みなみ、お願い、チミを取り返そう。でもこのお母さんだったらさ、ちょっと喉おかしいわ、ごめんね、喉おかしくなったんだけど、このお母さんだったらさ、今この現状本当にいじめられてることになってるじゃん。それを知ったらこのお母さんなんか取りやめたりしそうな雰囲気ない？うん、よくわからないけど、僕やるよ。この時は前みたいに、前みたいな暮らしに戻れるんだと心が踊っていた。宿っていたか、踊っていたか。日和お姉さんは僕にとって魅力的な餌を熟知している。僕はすっかりその気になっていた。結局お父さんは帰ってこなかったし、チミを取り返すことも叶わなかったけど、全然叶ってないじゃん。でも病院には連れてけたのかな。え？あー、で5ヶ月前ね、ほぼ現在や。成人おめでとう。あ、え、2人で会ってたの？ありがとう。南くん、20歳か、早いものね。一人暮らしも4年目でしょ。本当に偉い。うん。いやいや、一人暮らし始められたのは日和お姉さんのおかげ。毎月の援助がなかったら無理だよ。え？え？ちょっと待って、もう関係性どうなってんのこれ。援助じゃなくて慰謝料だから。ああ、まあまあ、人生ぶっ壊したんだもんね。南くんが必要じゃなくなるまでは払い続けるから安心して。まあ、一応反省はしてるのかな。今日は慰謝料とは別で、頑張ってる南くんへ成人のお祝い。うん、ちょっと待ってね、これさ、日和お姉さん前回さ、なんかまあなんだろう、自分の目的のためになんかその道徳ビデオを作るっつってたじゃん。達成できてないんだよね、中心の時点で。だから目的も達成できてないんだけど、この人の目的って結局何なの。うん、え、もしかしてお金。いいよいいよ、毎月もらってるし、さすがに悪いよ。いや、もらいな。君もなんだかんだ言って人生狂わされてんだから、この人のせいで。いいの、ボーナス貯めてたの。これで旅行でも行きなさいよ。え、じゃあ、え、運十万もらってるこれ。日和お姉さん、あのさ、今回はお金じゃないのがいいんだけど。おい、あれか、お前わかるぞ、お前ボディだろ、ボディ。そうなの。うん、いや、ボディやろボディっていう言い方もキモいか。じゃあ聞いてみようかな。いや、ボディだって。あ、うん、実は道徳ビデオのデータが欲しいんだよね。ああ、うん、ごめん、俺の方が歪んでたわ。え、残ってない？いや、絶対残ってるよね。どうした、日和の姉さん、なんでそんな暗い顔するの。そんな顔しないでよ。日和お姉さんを責めてるわけじゃないよ。僕はもうあの時のことを過去にできたんだ。日和お姉さんのことを恨んでない。だからデータちょうだい。こういうのいろいろバレてんだね。分かった、渡す。でも編集とかしてないの、俺がしてあげようか。俺編集なら得意だぜ。データ量膨大だし、せめて見せられるレベルにしたいかな。おう、いいよ。でも僕が教室で漏らして飛び降りたシーンは、ああ、絶対にカットしないでね。そこを見たいんだから。な、ね、どういう、え、なんかちょっといろいろ歪んじゃったのかな、そういう、なんだろう、そういう、あれ、感情じゃなくて、そういうやつ。そういう、ド直球に言えないからさ、なんか濁して言おうと思ってんだけど、何も出れこん。そういう、癖。
だね。癖になってたのかな。わかった。うん。あ、そうだ。今日もいつもの、あれ、よろしくね。あ、ボディやろ。これこそボディやろ。てか、いい店だな、これ。今日、するのね。同居人に遅くなるって伝えてくる。電話ね、してきなよ。結婚してるわけじゃないのに、律儀だね。同居人の人、早く結婚してくれるといいよね。日和お姉さんって、もう28でしょ。このままだと一生独身だよ。これ同居人やっぱあの、なんだっけ、あ、ちょっとその人の名前忘れて、ゆい先生だっけ？あの人なんじゃねえの？八つも下のが、ん？八つも下のクソガキの稲荷なんて、なんてかわいそうなのだろう。お前もやっぱ歪んでんな。確かにそうだよね。先生のことなんか、タレチジクソババみたいに言わなかったっけ？日和お姉さんってさ、こういうこと苦手でしょ。やっぱボディやんけ！毎回生娘みたいな反応するし、でも嫌じゃないと意味ないからね。これも復讐なのか。おい！おい、一瞬のやつ。おいおい！別に嫌なわけじゃ。小学生の頃から知ってる子と関係を持つのが後ろめたいだけ。何回もやってんのか。日和お姉さんって男性恐怖症なのかな。それがだからさ、小学生の頃になんかあったなんか自分のその復讐の目的だったりすんのかね。昔ひどいことされたのか。僕と無料でさせてもらえるんだから。キモみなみくん、みなみくん、あの、まあ、過去にいろいろあってかわいそうなところもあるけど、今クソキメえぜ、お前。少しは嬉しそうにしろよ。毎回無理やりしてるみたいなのが腹立つ。いや、ちょっとお前気持ち悪い気持ち悪い。まあ、喜ばれても困るんだけど。なんやねん。じゃあ何のためにこれやってんの？ああ、そうか、復讐みたいなやつか。この女が苦痛だと思うからしてるだけだし。毎月慰謝料払って、体を好き勝手されて、かわいそう。残念だけど、僕と関わってるうちは幸せになれないよ。ごめんね。どんどんおばさんになっちゃうね。そのうち、恋人に捨てられちゃうかもね。このゲームよくできてるよね。なんか、過去のことを思い出すとさ、まあ、ね、もし、南くん視点だったら、ね、俺も多分復讐するもん、こういう風に。いや、すげえな。8年前トイレ前、うわ、またこれか。どうしよう、どうしよう。道徳ビデオの撮影が始まってから体がおかしい。ストレスだ。おしっこに行きたいのに出ない。家ではちゃんと出るのに、学校だと全く出ない。尿意の苦痛と漏らすかもしれないという不安感で、心が押しつぶされそうだ。最近、ナギトはおかしい。カメラが回ってなくても僕を笑い者にする。存在しないかのように振る舞う時もある。周りの人も、ナギトと一緒に笑っている。気持ち悪い。臭い。不潔。いない方がいい。台本に書いてある悪口だし、本心じゃないことは分かってる。分かっていたけど、涙が出そうだった。いや、でも、南くん以外もみんなそうなっちゃうからね、絶対こんな。どうしたの？授業始まってるよ。クズの頃の日和お姉さん。はい、すいません。待って。え、はい？もしかして、おしっこ出なかったりする？ん？同じ経験したことあんのかな？どうしてわかったの？あ、ずっと押さえてんのか？おトイレ行ったり来たりしてるでしょ？もじもじしてるような気もするし。どうしてそれだけで？やっぱりね、私もそうなったことあるの。やっぱそうだよね。え？学校でおせっこしたいのに出なくてね。辛いよね。漏らしそうで怖いから。うん、おせっこ出す方法を教えましょうか。もうその単語出すのやめてくんね。とっておきの方法があるのよ。何？教えて。ちょ、何すんの？もちろんいいわ。ちょっと待って、物理とかでやんなよ。なんかいろんな可能性あるけど。それはね、暴力じゃないよな。え？また4ヶ月前やん。ナギトが夕食の洗い物をしている。会話のない、いつも通りの夜。ナギ、一緒に映画見ようよ。
映画？洗い物終わってからでもいい？今見よう。片付けは後にして。ご飯終わるの待ってたんだよ。吐くかもしれないし。え？え、もしかしてスプラッタ？黒苦手なんだけどな。ナギトはおとなしく僕の隣に座る。逆らえないんだね。かわいそう。逆らうなって頼んだわけでもないのに。でもそうやって教え込んだのお前やろ。こいつが勝手に罪悪感で言いなりになってるだけ。そうか？日和お姉さんと同じ。すげえな。これ日和お姉さんにもらったんだ。え？待って、これ映画って言いつつ日和お姉さんとなんか撮ったなんかだったりする？へえ、なんて映画？道徳ビデオ。あ、それね。そうそう、この顔。僕はナギトの青ざめた顔が見たかった。日和お姉さんが編集してくれたんだ。ああ、もうできたのね。ラストシーンもちゃんとあるよ。再生っと。あ、ナギだ。小さくて可愛い。うわー、懐かしいな。やだな、もっと楽しそうにしろよ。いじめの演技楽しかったんだろ？もう誰の味方にもなれないよなこれ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。いいよ、そんな頭下げて謝らなくて。とっくに許してるから。ほら顔上げて。それじゃ映像が見えないだろ。網膜に焼き付けなきゃ。いじめダメ、絶対心に刻むんだよ。大人の方が道徳が必要なクソばっかだからさ、ちゃんと最後まで見ような。はい。うわー、また8年前に。ああ、そう、そこに戻るね。どう？あ、復帰出るようになった？うん、すっごい出た。あ、お前笑顔ってことは特になんか嫌なやり方じゃないのかな。すごいよ、たった1日で出るようになった。よかった。あ、せっかい出ない人に教えてあげてね。パブロフの犬大作戦なんそれ。うん、今作戦なそれ。あ、ねえ、どうして日和お姉さんも出なくなったの？そうね、じゃあ主役を頑張ってくれてるし、南君にだけ特別に教えてあげる。うん、昔私もいじめられてたの。私の場合は演技とかじゃなくて本当の。そうだったんだ。実はね、台本に書いてあることは全部私の経験なの。はーん。最近はナギト君のアドリブがすごいから脱線しつつあるけど、南君には苦しい思いをさせちゃってるよね。でもこのいじめは終わりがあるから、撮影が終わったら全部元通り。ナギト君も心得てるから安心して。嘘つくなよ、その笑顔嘘やん。ねえ、これこの撮影が終わったら終わりって言ってるけど、もうすでにアドリブまみれで、あ、これは本当に起きちゃってんのかなってなってるやろ。お前も心の中でなんでそういられるん。チミちゃん、取り返せるといいわね。うん、僕撮影終わるまで頑張るよ。頑張ってね、期待してるから。普通にさ、この道徳ビデオってかこの構成員さ、いじめっ子いじめられっ子が本当に学校にいて、いじめられっ子がいじめっ子の役して、いじめっ子がいじめられっ子の役したらさ、もうそれだけでもいじめられっ子、いやでもな、そのいじめられっ子は復讐とかしたくないになってる子だったら逆に強引にさせることになっちゃうね。難しいけど、でもなんか復讐したいっていう子も絶対いるわけじゃん。だからそれだったらまだ救いというかなんかありそうだけどね。なんかその方がいいやん、まだ。これさ、もともと仲いい子たちにこういうことさせてさ、いじめにさせてるわけだからさ、なんか一番最悪なパターンじゃね。道徳ビデオを入手してからあの時の夢をよく見るようになった。うん、教室の匂い、音、空気、そして、ん？アフェッカのラーエゲ。やばい。
小学6年生なのに。あ、これ現実であったわけじゃないのか、これ夢か。ナギト君、あ、リン先生だ。え、え、泣いてる。12歳でおせっかい漏らして泣いてるって。あ、パブロフの犬大作戦でおせっかいは普通に出るようになったのに、どうして。おせっこはトイレでしろよ。これ本当にあったんか。2日前。またあのクソ夢かよ。大丈夫？え？あ、なんだ、ナギか。起こしてごめんね。すごく苦しそうだったから。水持ってくる。待てよ。え？うわ、させる気か？同じこと。そうだ、思い出した。パブロフの犬大作戦だよ。僕が漏らしたのはそれをしたからだ。日和お姉さんもわざとなんかな。お前さ、全部忘れちゃったみたいな顔してるよな。ふざけんなよ。こっちは夢見るたび思い出すのに。どうせ演技だったって逃げるんだろう。みなみ、安定剤持ってくるね。ここで焦っかしろ。ほら、せっつってんの。なんだこれ。おい、それはできないよ。ここで漏らしたら困るのはみなみでしょ。薬持ってくる。ふざけんなよ。お前らのせいで、お前が無視したり殴ったりもしてた。キモいって聞こえる声で言ったり、みんなで僕を笑うから。なぜか格好でおせっこが出なくなったんだぞ。ごめんなさい。日和お姉さんに教えてもらったんだ。家でおせっこしてるとき、毎回変な顔をする。変な顔がおせっこを出すスイッチになる。え？学校でおせっこするとき変な顔をしたら、出るようになったんだ。それがパブロフの犬大作戦なの？あの日教室で膝ぶつけて変な顔しちゃって、それで出た。実際にあんのかな？あの、みんな、今おへっこしろよ。日和お姉さんは喜んでやってくれるよ。え？やったの？本当に反省してるならお前もやれよ。出ないなら変な顔すれば出るから。何の話これ。もう本当にもういじめちゃう、もう歪みまくってるみんながね。もう過去はもうなぎとくん、日和お姉さん、未来はみなみくん。え？昨日の昼？あ、生きてんだ。まあ、それは生きてるよな。あんたさ、こんなこといつまで続ける気？ん？テーブルの上に、ナギトと日和お姉さんの写真が並べられてる。買い物袋を手に下げて、マンションへ入るナギト。僕と一緒にホテル街を歩いてる日和お姉さん。これが何？ナギトは行く当てがないから住まわせてやってるだけ。日和お姉さんとはそういう関係なんだよ。こんな普通の写真見せられてもな。もしかして、わざわざ探偵雇ったの？日和お姉さんの恋人が雇った探偵。わあ、恋人が？刺してんのか？万が一の浮気を疑って調査したらあんたが出てきたの。じゃあ恋人の連絡先教えてよ。誤解解いておくから。僕が脅したって言っとくよ。あの人おばさんだし、捨てられたらかわいそうだもんね。そういう問題じゃないでしょ。日和さんは断れないから、こんなひどいことしてるんでしょ。それに正式な慰謝料は8年前に一括でもらったじゃない。あ、そうなんだ。てか、やっぱ七海お姉さんもいろいろ知ってるんだね。なんで未だにズルズルもらい続けてるの？かわいそうだよ。本人が払わせてほしいって言うんだから、別に強制じゃないし。写真を手に取る。日和お姉さんの件は仕方ないとして。どうしてナギ？よく見たら日和お姉さんより撮られてるじゃん。エントランスだけでなく、家のドアの前まで。僕のこと調べてナギにたどり着いたのはわかるけど、
ナゲの写真は何？なんでこんなに撮ってんの？探偵の好みの顔だったから紹介しろって。あんた、ナギトのこと監禁してるでしょ。ナギトもミナミには逆らえないから。支配してるんでしょ。してない。買い物してるじゃん。ルームシェアだよ。どうしてそんな嘘つくの？外で働くなって。家政婦みたいにこき使ってるんでしょ。あんた、このままずっと面倒見れるの？ナギトは今何とかしないと手遅れになっちゃうよ。その働くなって、なんでお前が知ってるんだよ。ナギから聞いたの？それは言えない。ナギだろ、あいつが言ったんだろ。ふざけんなよ。外でフラフラしてた小卒野郎のくせに道を踏み外さなかったのは誰のおかげだと思ってんだよ。うわ、気持ち悪っ。こんな兄弟関係やだわ。それ監禁って認めたようなものね。まさか弟が犯罪者になるなんて。あ、誰に向かって口聞いてんだよ。てめえが病院へ行けたのは誰のおかげだ。あ、まあそれでまあ治せたのか。母ちゃんとてめえで僕を日和に売ったからだろ。お前のせいで僕は。あれは演技のいじめでしょ。台本があったんでしょ。たった2ヶ月の。しかも偽物のいじめにいつまで傷ついてんの。いや、それはそれで違うけどね。それは理解しないな。目の前が真っ暗になった。反論したいのに言葉が出ない。僕はコップの水を興奮状態のナナミへぶっかける。冷た。何よ。図星なんじゃない。早く解放しなさい。いつまで過去に引きずられてるのよ。そっか、これ登場人物全員クズなんだよ。でも、あの、ナナミお姉さんクズってよりか、事情知らないよね。刺した。刺されてる。やっと刺せた。毎日自分を刺したかったのに、怖くてどうしようもなかった。ん？自分を刺したかった？でも今日やっと勇気が出た。え、あ、違う。え、そういうこと？これ、ナギとかが殺したって言ったけど、これ自分を刺したのか。姉貴、じゃなくて、クソ女の言葉のおかげだ。いじめられてたの何年前の話よ、か。うん、もう過去とか関係ないよね、いじめって。ほんとその通りだな。グーの根も出ねえ。いや、でも、いや、え？もう何年前の話よっていうの関係なくない？いじめに。許したいのに、どうして許せなかったんだろう。あれは演技じゃん。道徳ビデオを撮るための演技で、ナギだって本心じゃない。日和お姉さんだって反省してる。ナギも反省してる。全部わかってるのに。もっと早く解放するべきだった。日和お姉さんの慰謝料も、体の関係も終わりにして、恋人と結婚の後押しをするべきだったんだ。探偵雇わしちゃって、申し訳なかったな。ナギは、高卒検定を受けさせて、そして大学とか専門とか。あいつは明るくて優しいし、きっと大丈夫。周囲の人に助けてもらえる。頭では分かっていたのに、そうするべきだって。でも、できなかった。痛い。さっきまで痛くなかったのに、ちょっとでも動いたら痛くておかしくなる。意識が遠くなりそうでならない。苦しい。ただいまー。あれ、みなみ今日休みだっけ？なぎ、ごめん、風呂場でやるべきだった。え、嘘でしょ。痛い。やめ、刺して。え、とどめ刺してっつってんのか。これ血。あ、どうしよう、こんな量。ナギトって誰？今救急車呼ぶから。呼ぶな。う、呼ばないでくれ、頼むから。
いじめ構成委員会ね。なんか、過去だから何年前の話だからっていうのはちょっと納得いかないけどね。だって、いじめでさ、いじめをされて、なんか、それでもし南くんがまた別の世界線でちゃんと許したとしてさ、で、そのたまたまなんかどっかでさ、ひょうりお姉さんとかなぎとくんがこうすれ違って、すげえ幸せそうに歩いてたりしたら多分、若干なんか思うはずないよね。だから、結局、一回いじめられた人って多分ずっと引きずっちゃうと思うんだけど、なんか、それを自分のせいにするのはまた違うよね。なんか、何年前の話だからって許せよ、みたいなさ。他人に言われてもねえって話だね。なんだ？お前、女が好きなんだろ？女が好きならこんなの平気だろ？十もみだっけ？二十やっちゃえよ。これ、ひよりお姉さんの過去か。やめろ。やめろ。サバンナ、サバンナ、やめろ、サバンナ！キモいんだよ。いろんな、ごめん。日和と二人部屋はやばいって。ん？襲われちゃうから避難しに来なよ。うん、そうするね。誰があんたらみたいな見た目も中身も終わってる。ゴミを襲わなきゃなんないの？あんたらだって男なら誰でもいいわけじゃないだろ。お前らなんてこっちから願い下げだよ。許さねえ。絶対許さねえよ。お前らのこと許さねえ！私を異物扱いしたお前ら全員地獄に落とすまで。死んでやらねえから。復讐するまで生き続けてやる。え？これ、8年前なんだよね。お母さんなってるとこじゃないでしょ？さすがにそのやってた奴らが。はぁ、ど暇。居酒屋。凛先生め、私を差し置いて誰と電話してるんだよ。あ、これはもう道徳ビデオ撮ってる間の話か。やっぱり彼氏かな。てか、軽く30分経過してるんですけど。親睦会しようって言ったのあっちなのに。私に対して失礼では？でも、凛先生ならいっか。だって、日和お姉さん、遅くなってごめんなさい。うん。あ、帰ってきた。ずいぶん長電話だったみたいですが、学校とか生徒に何かありました？いえ、大事件じゃないの。ちょっと恥ずかしいんだけど、電話で彼氏に振られちゃって。せっかくの親睦会中にごめんなさい。え、これもう8年前の時点で2人ともそういう関係だったの？最低。そういう話は直接言えって感じですよね。私でよければ愚痴付き合いますよ。さ、親睦会再開しましょう。ボトルで頼みますね。その制服勘違いしたらね。ありがとう。優しいのね、ひよりお姉さん。ひよりお姉さんがそばにいてくれてよかった。音符ついてるぞ、おい。おい？は？今日はおごるから、飲みましょう。あ、はい。飲みましょう。お、なんだ？男の口もどうぞ。どうしよう。やっぱやばいって！こんなにドストライクな女性初めて出会った。6年2組の担任の風間凛先生。顔、立ち振る舞い、声、体、すべてがタイプだ。っていかんいかん。何をバカなことを。職場の、しかもノーマルタイプだぞ。まあ、ちゃんとやっぱ女性好きなのは分かったけど、なんでその、学生の頃それがバレたの？なんかあったんかな？告白とかしたんかな？ふふ。愚痴る前に、今日お聞きしたいなぁと思ってたことがあって、そっちを先に話しちゃいます。うん。いじめ構成委員会って何をする委員会ですか？難しい資料をもらっただけで、実はよく理解してなくて。うん。まさかビデオを作るだけじゃないですよね。ええ、もちろん。ビデオ制作は、我々教材チームのみです。他に何チームあんの？私は教材チームの責任者なんです。責任者？へえ、まだ若いのに。すごいやり手なのね。素敵。おい？なんだおい？なんだ？へそれほどでも。でも、ぶっちゃけ見切り発車というか、何もかも試験的な段階なので、もし道徳ビデオが評価されなきゃ、
解体されちゃうかもです。おう、本来は子供たちと密接に関わることを目的とした組織です。まだ確定ではないのですが、来年度から無作為に選出された20校、各クラスにつき1名。なんで無作為に選出すんの？いじめ構成委員を相談役としてつけることになっています。基本的に教材チームは表には出ないので、道徳ビデオがこけて解体されない限り子供たちと関わることはこれっきりかも。そうなんですね。ひるお姉さん、子供たちと関わるの上手だから、教材チームで終わっちゃうのもったいない。いえ、内心ほっとしてます。教材チームは教材作ってればいいんですから。あ、なんだウイルスバスだけどした。はい、戻ってまいりました。はい、あれ進まなくなったぞ。もしいじめ構成委員会が正式に執行されたら、いじめが起こった際の責任は全て構成委員会になります。親御さんへの対応や謝罪や調査、めんどくさいこと全部全部全部そのクラスに担当された構成委員がやることになる。クレーム受付係ですね。親御さんは納得しないかもだけど、それこちら側は結構助かるかも。うん、いじめ問題への対応って本当に難しくて。だろうな、先生はただでさえ忙しいですもんね。そうなのよ、それが原因で振られちゃった。あ、それが原因？前の彼も前の前の彼氏もその前もめっちゃ彼氏いたんだ。うわ、不幸な男たちですね。こんな奇跡の美女を振るなんて。確かに凛先生は私が今まで出会った女性の中で一番可愛いです。もう褒めすぎや。そういう日、俺姉さんは彼氏いるんでしょ？とっても優しくて可愛いもの。優しいのか？いや全然っすよ。私の話はこんくらいにして、凛先生はどうして先生になろうと思ったんですか？忙しくて大変でしょ？理由か。ひよりお姉さんドン引きしちゃうかも。え？てかそっか、これ全員クズなんだぜ。やっぱ凛先生もそうなんじゃね？引かない引かない。約束よ。実は昔付き合ってた人の初恋が学校の先生で、ああ、私の顔がその初恋の先生に似てるから、凛も先生になってくれって、それだけの理由で進路決めちゃったの。すご。嘘でしょ？大学行ったら浮気されて別れちゃったけど。最低。金馬。なんか日和お姉さん、なんか子供たちの前じゃない、ないと俺結構好きなんだけど、このなんか普通に表に出すこの口の悪さ。もうやっぱり引いてるでしょ。なんかちょっと重いって言われる、もしかして。なんかそんなタイプな気がする。全然引いてませんよ。凛先生けなげで可愛いです。嘘だ。日和お姉さんって太鼓持ちが上手なのね。本心ですよ。私なら絶対に凛先生を大切にするのに。うん。あ、すいません、こんなこと気持ち悪いですよね。いいえ、悪い気はしないかな。もう絶対これ付き合ってんじゃん今。日和お姉さんこそどうしていじめ構成委員会に？じゃあお酒も入ってるし、私も本当のこと言おうかな。嫌われるのなら今しかない。自分の気持ちに嘘はつけない。この短期間でかなり好きになってしまっている。おう。完全な恋愛脳になる前に嫌われよう。その方が楽だ。たった2ヶ月の付き合いだし、後腐れなくお別れしたい。私よりもひどい動機期待してる。へへ、安心してください。もっとひどいから。私の動機は復讐です。私を散々コケにし異物扱いした奴らに復讐すべく、同期や先輩を蹴落として教材チームの責任者になりました。この道徳ビデオはチャンスです。映像はネットにも公開される予定です。監督、脚本、演出として私の名前も載ります。お前らにされたことを全部覚えてるぞって伝えられるかもしれない。絶対見ないと思うけどね。うん、
絶対見ないと思うし、あのいじめしてる側って多分自分のしたこと忘れてるから多分思い出しもしないと思うよ。可愛い顔に似合わず過激なのね。でもそれで復讐になるのね。道徳ビデオは一つの手段です。本命はそこじゃありません。我々いじめ構成委員会の本来の職務、それは子供をいじめから守るだけではなく、いじめっ子を社会的に潰すこと。いじめを犯した子は構成委員会が管理するブラックリストへ入れられます。おう。そしてそのリストは専門部署へ問い合わせいただければ誰でも自由に開示可能です。将来進学や就職や結婚を難しくするでしょう。おう。数年後、私が復讐したい人間たちの子が小学校へ上がる。全てリストアップ済みです。今のうちに地位を得て協力者を増やし、私が復讐対象の現場になくても手を下せるようにしておく。いじめっ子の冤罪を着せてやるんです。なるほど、ブラックリストへ載せるため。でもそれって結局さ、クズはどんどんクズだからさ、とことんクズだからさ、金でもみ消そうとすんじゃねえのね。そういうやり口も増えるやろなんてね。冗談です。絶対冗談じゃないじゃん。これだけ言えばさすがに惹かれたかな。 いえ、それは本当のことでしょ。え、まさか。ねえ、どんなひどいことをされたの。よっぽどのことがあったんでしょ。お話聞かせてよ。わかりました。じゃあこの際はっきり言います。私、女が好きなんです。いじめられていたのはそれが理由です。小中高一貫だったので7年は続きました。うちの家、父も母も厳しくて、不登校にもなれず当然転校もできませんでした。うん。あら。物心ついた頃から女性に興味があって、小5で親友にカミングアウトしたその日から無視です。ああ、やっぱそういうことね。そう、辛かったわね。気持ち悪いでしょ。全然そう思っていいです。私何度も経験してるんで慣れてます。だから凛先生を可愛いと思ってるのも本心ですよ。機嫌を取りたいとかそういうのじゃない。本心なの。嬉しい。それも本心なのかな。へっ、そういうのやめた方がいいですよ。私勘違いしちゃうんで。勘違いし、え、危ね、なんか今喉に唾が詰まった。すまねすまね。勘違いしていいのよ。だからこれ8年前なんでしょ。今も続いてんだね。もっと教えて。ひよりお姉さんの復讐よりもグロくて汚い気持ち、それ好きなのかな。そんな風に言われたら、はあ、じゃああともう少しだけ。あ、まだ8年前か。マジでこれ、このお二人続いてるんでしょ。だから8年間。昨日は楽しかった。また飲みに行きましょう。昨日はすいませんでした。もう絶対にあんなこと言いません。そういう目でも見ないので、どうか安心してください。ちょっと来て。え、おい、なん、学校だ、やめろ。教材室。ひよりお姉さんって私のこと好き？どう思ってる？それはとても可愛いし素敵な人だと思います。でも決して危険に思わないでください。もう信頼なんてないかもしれませんが、これでも立場のある責任者です。公私混同はしません。約束します。そんな必死にならないで。実はね、昨日お酒抜けてから考えてみたんだけど、日和お姉さんが良ければ試しに付き合ってみない？へっ。私ね、日和さんに可愛い可愛いって言われていたいの。私だけに言ってほしいの。だから告白しちゃった。本気ですか？
私、男じゃないですよ。ええ、知ってる。ねえ、嬉しい？はい、嬉しいです。すごく。よかった。なんだこれ。浮気、絶対しちゃダメよ。私以外の人を可愛いっていうの禁止。メールも電話も全部返してね。やっぱちょっと重くない？ねえ、でやっぱ凛先生がやっぱ探偵雇ったってことだよね。ん？探偵やったよね。そうだよね。はい。だから南くんと関係持ってんのも凛先生は知ってるってことだよな。ただ私を傷つけてきた奴らに復讐するために生きてきたのに、気持ち悪い、妬み、意味嫌われてたか、意味嫌われてきた特性が初めて、それも理想の人に受け入れられた。怖い。幸せだと感じたのが初めてで動揺している。これでもうやる気なくなったのかな、その復讐。急に幸福感が上回っちゃったからさ。海？撮影期間もあと少し。そんな時、南くんが教室から飛び降りてしまった。うん。どうしたお前、でけえなお前。なぎとくんのアドリブがエスカレートしてたのに、最後の方は注意をしなかった。それは自分の中で激しく燃えていた。復讐の炎が弱くなったから。私にとって道徳ビデオは小さい存在になってしまった。もう自分勝手だな。自分のいじめを再現する必要がなくなったから。人間もうものすごく人間らしいね君。憎しみが消えるなんて思わなかったんだよ、こんな簡単に。うん。ねえ日和、南くんのことは私にも責任があるから、バカなことはやめて戻ってきて。あ、そういうことしようとしたの。私戻れない。どんな顔して謝ればいいの。そもそも私は憎しみでしか生きられなかったのに、こんなクズを好きになってくれたあなたの、凛のおかげで信じられないくらい毎日が幸せで、道徳ビデオとかどうでもよくなって。割と最低だぜ君。日和の復讐は肯定していたし、凪人君を止められなかった私にも責任があるの。ごめんなさい。担任として中断させるべきだった。日和だけの責任じゃない。今すぐ病院へ謝りに行きましょう。一緒に責任を取りましょう。今死んだって何の償いにもならない。一緒に償うから日和。どうして、凛が一緒に責任を取る必要なんてないよ。だって私が復讐のために道徳ビデオを撮ったから。その結果子供たちを利用して巻き込んで、どうでもよくなって放ってしまって最悪の結果になった。このまま私と生きていても罪を償うだけの人生になる。きっと辛いことばっかりだよ。凛は男も好きじゃん。私じゃなくてもいいでしょ。勝手に決めないでよ。え？日和、こんなとこで言い合ってる場合じゃない。今すぐ病院へ行くわよ。南くんのお母さんに謝りに行くの。でも許してもらえないよ。当たり前でしょ。後遺症が残っていたなら一生恨まれるかもね。うん。残っていなくてもね。そりゃそうだわ。怖い。怖いよ。泣くな。怖いってどの口が言ってんのよ。大丈夫よ、私がいるから。復讐のために生きる必要がなくなったんでしょ。最高じゃないの。これからは私のために生きてよ。憎しみも罰も全部受けましょう。一緒に頑張りましょう。でも別れるなんて言ったら殺すからね、でしょ。なるほどな。復讐のためだけに生きていたのに、その結果凛と出会えた。それは何度も終わらそうとした命を続けたから。終わらせていたら出会えなかった。で今これ凪人くんと一緒だよね。日和お姉さん、どうしたの。
ダメ。絶対ダメ。ねえ、やっぱやめよう。飛び降り。うん。止めないで。お願い。考え直して。今、私が何を言っても綺麗事に聞こえちゃうから。伝えるのが難しいんだけど。別の方法で協力したい。なぎとくんが心から満足のいく生き方。無理だよ。そうだよね。でも、終わりにしてほしくないから。私だって、ずっと復讐のためだけに生きてたけど、復讐なんてどうでもいい人間になれた。何が起こるかわからないの。うん、よかったね。じゃあ、そろそろ上行くから。リンに出会えたから。リン。リンってもしかして、リン先生。うん。誰にも本性を受け入れてもらえなくて、救われもしなくて、ずっと海の底にいるみたいな人生だったけど、リンが引っ張り上げてくれたの。え、マジか。パートナーって、そういうことかよ。嘘だろ。はは。できてたんかい。なんだよ。それ早く言ってよ。ああ、恥ずかしい。南くんが教室から飛び降りて、厚生委員会はクビになって、5人の親御さんから訴えられて、示談金払って、今も南くんに慰謝料を払い続けてる。それでも、幸せなの。リンがいるから。リア充自慢か。よかったね。リン先生に必要とされて。俺にはそういう人存在しない。ミナミはそばに置いてくれたけど、結局は復讐したかっただけだし。親だって、ナギトに興味ないからさ。誰にも必要とされない人生だった。私は必要としてるなんて言わないで。そうだよね。じゃあ、私じゃない他の誰かに必要とされたいのなら、必要とされる人間になれるよう手助けをする。それは信じてよ。やり直しましょう。私がこんなことを言うなんて、とにかく今は伝わるまで訴えるしかない。うざがられても、気持ち悪がられても。うん。昨日の夜、呼ぶからね、救急車。だから、呼ぶなって。こんな、明らかな自殺現場、息のある状態で見られたくない。とどめ、刺して、息するのも痛くて、頼む。携帯借りるよ。ポケットから携帯を抜き取る。体に触れるだけで、激痛なのかうめき声を上げた。はぁ、はぁ、無理。もう、ナギ、ごめん。ずっと、ごめん。なんで謝るの？謝るのなら、生きて償ってよ。こっちも、償えないじゃん。償ったよ、ナギは。罪悪感がその証拠だよ。でも、許せないんだ。犬ごっこが楽しかったから。ずっと許せない。きっと、これからも。ごめん。させないのなら、出てけ。大丈夫。遺書書いたから。ナギは犯人扱いはされない。行けよ。早く。ここで分岐？セーブだな。俺全然セーブしなかったじゃん。ごめん。当たり前にこっち選びたいんだけど、これは最後に見たい。これ、良くないのかな？いや、わかんねえけど。どうしようか。え、もう部屋を出ていく。ん？どうしようか。あ、これで？とりあえず、こっちから。もう最後の最後に、みんなが生きてるエンディング見て。ポケットに手を入れると、衣装がぐちゃぐちゃになっていた。
俺は見殺しにしたんだ。携帯を取り上げて体の動かない南を一人残した。きっと今頃南は。日和お姉さん、ごめん。もう俺にはやり直す資格なんてない。日和お姉さんみたいに前向きになれない。だって簡単なことじゃないから。この世には前に進めない人だっている。どうしても？うん。だって本当に殺しちゃった。本当に殺してしまったのね。やっと信じてもらえた。安心した。俺、日和お姉さんのことずっと好きだったよ。日和お姉さんに特別な存在って言ってもらえた日から。今の今までずっと。たとえいじめっ子役にするための方便などとしても、救われたんだ。本当は、凛先生の連絡先知ってたけど、変な理由つけて、日和お姉さんに電話しちゃった。ごめん。最後に会えてよかった。あの日、俺を救ってくれてありがとう。結局、救えてないじゃない。じゃあね。うわぁ。衣装を細かく破き、上空から少しずつ散らす。これはこの世にあってはいけないものだ。彼の死を自死にしてはいけない。8年前の地獄の2ヶ月さえなければこんな結末にはならなかった。風に乗った紙吹雪がゆっくりと消えていく。俺は深呼吸をして電話をかけた。ん？押せばいいの？もしもし、日和お姉さん、カメラ回してる？通話切ったら回す。携帯カメラだから。まさか撮影に8年もかかっちゃうなんてね。道徳ビデオ完成後は任せるって言っちゃったけど、やっぱディスクにしてさ、俺と一緒に燃やしてよ。地獄に持ってくから。わかった。下人通り消えたら言ってね。巻き込み事故は起こしたくないから。うん、もうちょっと待って。あのさ、最低かもだけど、俺さ、楽しかったんだよね、南と暮らすの。南って心に波があって、穏やかな時は優しかったんだ。優しい時は昔みたいに仲いい友達で楽しかった。罪悪感を忘れる時もあった。ああ、地獄では全部なかったことになるといいな。また犬ごっこしたいから。うつんばいで走るの意外と楽しいよ。日和お姉さんもこっちへ来たら入れてあげる。私も地獄行きなの？え？天国行けると思ったの？それもそうね。あ、人通りが？今なら大丈夫よ。うん、ありがとう。じゃあお元気で。お元気で。地獄で犬ごっこ。とんでもねえゲームだなおい。もう一つのエンディング見るか。もう一つの世界線くらい全員救われろ。救急車呼ぼう。これで変わるんだろう。じゃあどうすればいい？どうしたらやり直せるの？ん？一つだけあるの。教えてよ。これは全員救われたんだろうな。ほどなくして俺の人生に南のいない日々が始まった。復讐、憎しみ、全てから解放されたはずなのに、心には大きな穴が開いたようだった。え、お前めっちゃいい家住んでね。数ヶ月後、あの後すぐ
日和お姉さんと凛先生の支援で一人暮らしを始めた。必死で今まで避けてきた勉強に勤しむ日々。好きだった人と好きだった人が目の前でイチャついても気にしなくなるほど夢中になった。おう。俺はあの日、生きてやり直す覚悟を決めた。日和お姉さんの教えてくれた、たった一つの方法。それこそが今の生きる意味だ。お前も、構成委員になんのか？ねえ、本当の意味で、なんか撲滅させる立場になんのか？ 8 年後？さらに8年後？ 28 歳？どうぞ、入ってください。はい。8年後6年2組。昨日あれだけシミュレーションしたんだ。きっと大丈夫。皆さん、はじめまして。いじめ構成委員会の黒滝凪人と申します。今日から卒業までの1年間、星の砂小学校6年2組の担当相談員として、みんなと一緒に楽しく過ごすことになりました。先生ではないので、気軽に凪人お兄さんと呼んでくださいね。ねえ、今年の相談員さんいい感じじゃない？よかった。去年は外れだったもんね。来たよ、相談員。また去年のやつみたいにする？ああ、行かれてんな、おい。いいね。対象になりそう。まあ、そうだよね。ねえ、これ、なぎとお兄さんのアカウント？アットマーク、いけいけなぎとってやつ。フォローしていい？ほら、しまいなさい。携帯募集せ。それは僕のアカウントじゃないですね。でも SNS は一通りやってるので後で交換しましょう。なので今はしまってくださいね。大丈夫か？ SNS は教えて。やったー。私もはい、後でね。それではお話ししてもいいですか？まずではじめに僕からみんなに伝えたいことがあります。今から一緒にとある動画を見ましょう。どんがー？先生の紹介動画とか？長いの無理。見ろ。心配ご無用です。うまいこと編集したので5分くらいで終わりますよ。この動画はいじめを再現させたところ、本当にいじめが起こってしまったという映像作品です。なんとこの動画16年前の6年2組で撮影したんですよ。すごい偶然ですよね。ぼかし多めですが、いじめっ子役のみ無修正です。はあ。なぜなら僕がいじめっ子役だからです。それでは再生します。道徳ビデオ。復讐の道具として作られた最悪のビデオだったけど、使い方によってはきっと本物になれる。うん。このビデオが誰かにとっての本物の救済になれるよう、この立場で頑張ってみる。ああ、なるほどね。なぎとお兄さん。あ、はい。これから会議になっちゃった。代わりに保健室に行ってくれません？水島千佳ちゃんの親御さん迎えに来るから。わかりました。対応しておきます。千佳ちゃんのお母さんってどんな人でしたっけ？確か、ダントツで年上だったお母さん。ん？ 50 歳くらいじゃなかったっけ？優しそうな人だから安心して。はい、わかりました。じゃあ、よろしく。これもしかして、でも50歳くらいって違うよね。あれ、もしかして。ちかちゃんのお母さん、いらっしゃいますか？ああ、先生ですか？その声。すいません。いじめ構成委員の方でしたか？あ？これ、南くんじゃねえの？はじめまして。水島です。チカの父です。あんた、まさか。ああ！あれ。もしかして、以前知り合いでした？
そうだよ。すいません。昔大きな怪我をしてしまって、それ以前の記憶が曖昧なんです。申し訳ないです。マジか。本当に覚えてない。俺のこと忘れたんですか？はい。全く思い出せなくて。そうなんですね。俺たち、同級生だったんです。同じ団地で仲が良くて。それで、それよりも驚きましたよ。いつの間にこんな大きなお子さんが。チカは妻の、チカは妻の連れ子でして、僕とは血がつながっていないんです。でも、自分の子供のように思っています。可愛いので、つい甘やかしてしまって、お前ちょっと感動してる。わがままし放題です。ぐっすり眠ってるから、もう少し待ってから連れて帰ります。この子無理やり起こすと、ずーっと不機嫌なんです。そうですか。南、じゃなくて、水島さん。新しいご家族と元気そうで、よかったです。ありがとうございます。なぎとお兄さん。名前言ってないよね。名前、教えてないですよね。ああ、プリントに載ってたのを見たかな。やっぱり覚えてるんですね。いえ、覚えてませんよ。残念です。どっちなんだろう。でも、お互い良い未来になったようでよかったです。そうですね。チカのこと、よろしくお願いします。いじめから守ってやってくださいね。これ覚えてるやん。ちょっと、うるってきてるわ。ちゃんとうるってきてる。はい。それじゃあ、さようなら。はい。さようなら。めっちゃいいゲームだった。罪悪感を使命に。ちょっと待って。このエンディングはとてつもなく私、うるってきましたよ。全員クズとは言ってるけど、全員クズだったんだね、もう。今はもうクズじゃないもんね。まあ、クズって、その、おのおのの、あ、ゲームプレイありがとうございました。いや、めちゃめちゃ面白かったです。ありがとうございました。めっちゃ面白かったです。いやー、めっちゃいいゲームやん。あー、変わってる！あー、なんか、いろんな人に捉え方によってはクズらしい。いや、これまだクズじゃなくねっていう人もいるかもしれないけど。まあ、最後の最後に、ね、みんな、いやー、もうなんか、めっちゃいいゲームだった。でね、多分これクリックできるんだよ。やっぱそうだよね。意味深にいんだもん、ここに。このワンちゃん。これ何なの？後書きみたいなやつだったりするのかな？え？一枚絵かな、多分。あ、違う？あ、違うわ。あ、やべえ。戻っちゃった、いろいろと。いろいろ戻ったし、ここにいるけど。ん？これは振り返れるってことなのかな？そういうこと？特に何もないのかな？ちょっと待って、わかんねえ。今ね、ゲームファイル見てきたんだけど、これあのなんか救済処置みたいな、なんかフリーズとかバグった時に、なんかあの、普通にストーリーが見れる用の、あれらしいです。だから特に、なんだろう、後日談みたいなとかもないと思うんで、終わりましたね。はい。もう、なんだろう、あのエンディングで全てが、なんか詰まってる。エンディングっていうかね、あの、全員が助かるグッドエンドのルートの方で。いや、めっちゃいいゲームだったな。また俺は神ゲーをやったんだな。マジで面白かった。なんか、もう全員クズっては書かれてたけど、やっぱ最初も言った通り、なんかあの、ルートによっては、クズだった過去形になって、今はなんか真っ当に生きてるみたいな、そういう風になったんで、もう良かったですね。とにかく良かった。ということで、道徳ビデオというゲームでしたね。本当に、最後はね、新しい8年後に、また小学生の子たちに、自分が実際にこういうことをして、なんかあの、こういうことがあったんだよっていう、その人生を話すんだったら多分小学生も話聞いてくれると思うんだよね。いや、だから多分いい方向になると思います。
いや、いいゲームだった。ちょっともう長々と話しそうなんであれなんで、もう終わります。めちゃめちゃ面白かったです。以上。